トゥース。皆さんこんにちは、おやじです。今日は2022年9月16日です。暑いですね。外気温が31度です。で、時間の方はね、3時半、夕方っていうかね、午後3時半ですね。はい、私はこれから夜勤へと出勤しております。夜勤に向けて出勤しております。今日もざくばらんにね、ラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。今日はですね、トラックの仕事とはちょっと全く関係のない話をしていこうかなと思います。で、どんな話をするかというと、オートキャンプについてですね。オートキャンプというか車中泊、特にね、ソロキャンプ、ソロ車中泊とか、まあ、テントですね、テント泊、一人でね、しようかなと、または興味がある人にね、こういうことに注意してもらいたいということをね、ちょっと話したいかなと思います。で、今ですね、コロナの影響だとかで、まあ、それ以前ですね、今ソロキャンプがね、すごく流行ってるみたいです。でね、ソロキャンプ、文字通り一人でね、たった一人でキャンプをすると、車中泊、テント泊しますよね。で、山の中だとか川辺とかね、とか海とか、海が見えるとかね、そういったキャンプ場とかでキャンプする方もね、いらっしゃると思います。でですね、前ニュースでね、あったんですよ。ヤフーニュースでね、取り上げられていったんですが、ソロキャンプをする女子ですね。女子のソロキャンプをする方が大変に増えていると。で、その中でね、危険がね、いくつかありますよ。注意してくださいよ、と。これね、女性に限らず、男性もそうなんですよね。一人でキャンプするには、それなりのリスクがあったりね、怖いこともね、あると思うんですよ。例えば、一人でキャンプする人って、人が来ないようなところをね、選ぶんですよ。で、ソロキャンプではあっても、キャンプ場ですね。キャンプ場って週末賑わうわけじゃないですか。で、そうやってね、賑わうようなところで、一人でキャンプというのをね、敬遠する方もね、います。なのでね、本当人が来ないようなところで、本当一人ぼっちで焚き火をしたり、なんか料理をしたりとかね、でテントで寝たりとか、車の中で寝たりとかね、で孤独の時間をね、楽しむといった方がね、大変多いと聞いてます。でね、多くのね、ソロキャンプをやってる YouTuber の方がね、動画を上げていますけれどもね、私もね、何回かね、見たことがあります。私もね、興味があるんですよね。ソロキャンプとまではね、行きませんけどもね、私どこ行くんでも、大概には妻がね、ついてきますので、一人でね、キャンプということは、これから先、ないかなとは思うんですけれどもね。で、そんな中でも、アウトドアで、なんというかね、自然の中で、テーブルを広げて、そこでご飯食べたり、車中泊とかするんであれば、山に、で、海に沈む太陽を見ながら、ビール飲んだりとかね、ご飯食べたりとか、いいなと思います。はい。で、そんな中でですね、一人でキャンプするには、やっぱりね、誰も来ないところで、夜になったらね、虫の声か獣の鳴き声しかね、聞こえませんよ。で、誰も来ません。そんなところでソロキャンプというのはね、大変な危険がね、あります。で、そのニュースネタで挙げられていたんですが、
ある女性のそのソロキャンプをやっていてね、でテントにね寝ていたそうです。そしたらですね、寝たと思ってまあテントの中でくつろいでいたら突然ファスナーですね、テントのファスナーがじじじっと開けられて、男性の人が大丈夫ですか、怖くないですかといきなり声をかけてきたと。それってね、非常識ですよね。はい、家であれば家宅侵入罪ですよ。テントいわゆる人の家ですからね、人の家を勝手に玄関上げて勝手に大丈夫ですか怖くないですかと一人住まいの女の子に声をかけるのと一緒ですよ。いわゆる変態です。はい、変質者です。でね、そういった人もねいるということをね知っておいてもらいたい。特にですね、女性の方、私は50代だから心配ない、60代だけ心配ないと言った人もね、やっぱりね、一人でキャンプする方はね、注意してほしいですね。はい、本当です。で、中にはね、50代でもええと、60代でもええと言ったね、変態にはね、そんなね、年齢なんか関係ないです。変態には。で、変態はね、何するかわからないので、ほんとね、そんなやつもね、世の中いるということをね、知っておいてもらいたいです。今、車がね、止まって、何しようんだろうか、そんなとこで。でね、ほんと、その一人でキャンプするのにはね、それなりの危険が伴うと。で、そういったね、変質者もいます。で、変質者ってね、そういうことを、が目的で、ソロキャンプ、あるいは、まあ、仲間何人かでね、ソロキャンパーを目当てに、ナンパっちゅうんですかね、ナンパをしたりとか。でね、その、一人でキャンプをしている女の子なんてね、声かけてもね、一人が好きなんだから、もうほっといてくれというような気分なんですわ。で、そこでね、男性がね、声かけてきてもね、相手にしませんよ。逆に警戒心ですね、警戒されます。でね、まあ私男なんですけれども、もしそのキャンプ場にね、女の子一人がやっているんであれば、本当あなたが優しい人間、人間思いの人であれば、遠巻きに見て、あの子は一人で来ているんだなと。で、何かがあった時に助けてあげられるように、遠巻きで見守ってあげると。それがね、男じゃないかと思いますね、私は。そんなね、大丈夫ですかと。声かけんでもね、余計なお世話だと。ほんとね、そんな感じでね、思います、絶対。ほっといてくれと。私は一人が好きなんだと。で、焚き火が上手にできない、テントが上手にできない、それもね、楽しんでいるんですよ、彼女たちはね。あなたもそうでしょうと。あなたも一人で行って、今から何かをしようとした時に、なんかバーッと来て、大丈夫ですか、手伝いましょうかって来たら、余計なお世話だと思うでしょう。だと思いますけどね。あとなんというか、熊、一番恐ろしいのが熊ですね。熊とか、まあ今の時代狼とかはねいないんでしょうけれども、でもね、やたらなんかね、お腹すかしたような動物がねいます。で、美味しい料理とかねやっていると、その匂いに連れられてね、なんか得体の知れない動物がね来るかも分かりませんよ。腹の減った野良犬が来るかもわからない。腹の減った、熊も来るかもしれない。イノシシも来るかもしれない。なのでね、一人で、ほんと、その車中泊、キャンプする方はね、十分に気をつけて。で、防犯グッズというかね、で、なんか本当動物がね、なんかバーって来た時には、なんか撃退できるような何かを持っておくとか、すぐ
ぐに車の中に避難できるような準備をしておくとか、まあ、熊とね戦えないと思います。まあ、せいぜいタヌキぐらいならね戦えるかも分かりませんけれども、まあ熊とかはね戦いませんよ。野犬もそうですよ、戦いませんよ。ですのでね、すぐに避難できるようなことをね考えてやってほしいなと思います。であと、まあ女性ばっかりでありますけどね、まあ女性はトイレにね困りますからね、いくらあたりがね暗くてもトイレはやっぱりねそのトイレでやりたいと思います。男ならねその辺でタッションしますけどもね、やっぱりトイレがあるようなところでの車中泊とかねやられると思うんですけれどもね。で、まあたった一人もいいですけれども、何かあった時に周りに助けを呼べる、本当さっきの話ではありませんけれども、なんか得体の知れない男の人が、本当ね、テントとかはね、じーっと、ファスナーを開けて侵入してくると。そしたらもう、本当なんかがあった時には大きな声を出して助けを呼ぶと。で、本当ね、誰もいないような山の中だったらね、本当助けがね、来ませんのでね、そういったところもね、女性の後はね、注意してほしいです。で、まあ、トラックユーチューバーの方もそうですけれどもね、そのいいことばっかりね、配信しないで、悪い面もね、配信してほしいなと思うんですよ。本当皆さんね、動画作りが、上手でね、BGM もね、なんかちょっとね癒されるような音楽をね使ってみたり、本当編集もね上手です。私の編集といえばね、ほとんど編集しないんでね、私の動画なんか本当ねとは言いつつ見てくださる視聴者の皆さんありがとうございます。で編集上手ですよ。でそういった景色を見ながら料理を作る、でコーヒーを飲む、お酒を飲む、ほんとね、楽しいです。でもですね、その動画の冒頭にですね、そのキャンプをするときには、防犯グッズ、こういうの揃えて、何かがあったときには、助けが呼べるような場所。そして、ほんと、変態もいますんでね。で、そういった、まあ、自身でね、そういった経験談とか、こんな話を聞いたよみたいなこともね、アップしてほしいと思います。でないとね、いいところばっかしね、発信していると、まあ、悪い面を発信するとね、なんていうかね、変なアンチコメントとかもね、来ますけれども。でもね、やっぱりね、事実は事実でね、報道してほしいです。でね、そういったことをね、発信する方はね、かなりの、再生数がね、あります。で、いわゆるね、インフルエンサーと言われます。で、発信力と、影響力がね、強いんですよね。ですのでね、そういった動画を見てね、ソロキャンプをね、する人もね、随分多いんじゃないかと思います。なので、本当に、本当のところ、いいところも、悪いところも、十分踏まえた上でやってほしいなと思っております。はい。そういったところで、本日の動画は以上になります。まあ、中途半端な終わり方になりますけれどもね、本当ソロキャンプの、特に女性の方、変態がいますので、本当注意してやってほしいなと思っております。そして、楽しい一人の時間を過ごすと。これがね、一番だと思います。で、男は、ね、鼻の下をね、伸ばしてね、そんなとこに行くんじゃなしに、鼻の下を伸ばしてですね、ほいほい、声をね、吐きるんではなし、そういったところでね、女性とね、
仲良くなりたいんであれば、あの違う場所でね、仲良くなりに行きなさいと。はい。で、あの遠巻きに見守ってあげると、こういったことが大事じゃないのかなと思います。はい、そういったところで本日の動画は以上になります。台風近づいてますけれども、皆さんこの後もご安全に、いってらっしゃい。